牧野由衣は日本の声優、女優、歌手、ピアニスト。三重県出身。所属芸能事務所はアミューズ、所属レコードレーベルはインペリアルレコード。東京音楽大学附属高等学校、東京音楽大学企画専攻ピアノ科卒業。3歳から、子役タレント事務所 C&T に所属し芸能活動を開始する。後に、 キャロットの大人タレント部門、オフィス高木にも所属した。4歳よりピアノを習い始める。8歳の時に、父親の牧野信弘が、バックバンドとして、ステージをサポートした、レミの紹介で、岩井俊二と出会い、ラブレターに、劇友のピアノ演奏で参加する。以後、リリー・シュシュのすべて、花とアリスの劇友でもピアノ演奏をした。2005年春に、 菅野陽子の目に留まり、おむなまぐに、お歌唱。2005年、つばさニクに来るヒロインの桜役で、声優デビューを果たし、声優としての活動を開始する。なお、子役時代に、短編アニメやラジオドラマなどにも出演しており、声優経験は、少なからずあった。2005年8月、シングル、アムリタで、歌手デビューを果たし、本格的な歌手活動も開始した。 2008年3月19日、大学を卒業。2009年2月1日には、所属芸能事務所をサンミュージック出版から BGB カンパニーに移籍した。その後2012年5月1日付で BGB カンパニーからアミューズに移籍したことを自身のブログで報告した。以前はフライングドッグとアーティスト契約をしていたが、2009年までに契約は終了。 2009年12月2日に開催された自身のライブコンサートで所属レコード会社をエピックレコードジャパンに移籍したことが発表された。2010年3月3日に移籍後初のシングル、ふわふわを発売した。この曲のプロモーションビデオは、牧野直々のオファーによりかつて、牧野を見出した岩井俊二が手掛けることとなった。2014年5月31日に、 キリスト品川教会グローリアチャペルにて開催されたユイ・マキノコンセール、リ・アノー、新曲はいつですかで、8月20日のハニワの日にイレーブンスシングル、ささやきは、クレッシェンドの発売とインペリアルレコードへの移籍が発表された。2018年、マキノが神フラの調産のラベンダーを使用した、ポッカサッポロフードビバレッジのフラのラベンダーティーを愛飲している縁で、 上浦野町の上浦野 PR 大使に任命された。いとこは元文化放送アナウンサー、元茨城放送、IBS アナウンサーの石田エリナ。2020年6月12日、俳優、シンガーソングライターの三浦雄太郎と結婚したことを発表した。これによって、俳優の三浦智一が義父、元歌手の山口桃枝が義母となった。ふとじはメインキャラクター。 は、カバーシングル、ありがとうございます。